フィアット 130HPF にロールスロイス、ファントム2メルセデスベンツブガッキティ5 0ポケールは、かつて、イタリアに存在した模型メーカーブランド。2004年以降は、イギリスの模型、玩具メーカー法オン B 参加の自動車模型ブランド。1952年に、イタリアのトリノで創業し、当初は、手作業で、鉄道模型と、1、8スケールのクラシックカーの自動車模型を製造した。 その後リバロッシの参加に入り、ダイカスト成型の自動車模型を生産した。ロールスロイスやブガッティ、アルファロメオ、メルセデス・ベンツ、フェラーリなどの製品は、ワンオフのハンドメイドのブラスモデルに引けを取らない、出来栄えであった。リバロッシグループの破産により生産が停止した。2013年に1、8スケールランボルギーニアベンタドールを持って、生産を再開した。 生産は中国で行われる。1952年6月6日、イタリア最初の精密模型メーカーとして、アルナルド・ポケールとコラッド・ムラトーレによって、ポケール・ミクロ・メッカニカ合名会社が設立された。アルナルド・ポケールは、創業前に長金学校に通っていた。1954年に、最初の製品として、ホースケール鉄道模型の貨車を新中央を用いて、 小型製作機械による手作業で製作した。製作数は10から15個であった。1956年、第一次世界大戦の急戦協定が結ばれた、急戦の客車を、ホースケールで、内装を含めて、当時の最高水準の成功さで製作した。1958年、最初のカタログを発行した。カラー印刷を用い、貨車、客車、 鉄道模型のアクセサリーだけではなく、最初の機関車製品の予告として、フランス国鉄 CC7100 電気機関車の最高速度保持車両7107号が掲載された。この機関車製品は、高い技術により非常に成功に作られたため、発売は1962年になった。価格は2800リラで、これは当時の労働者の平均月給の2、 三に値するほどの高価格であった。次の機関車製品は、1839年に開業したナポリポルティチ鉄道の蒸気機関車、バヤール号であった。1963年、創業者の一人であるコラットムラトーレが、リバロッシュに株式を売却して、会社を退いた。リバロッシュは、ポケールの総代理店となり、ポケール製品をリバロッシュの販売網に乗せて、展開した。 しかしながら、経営と製造は、リバーロッシュには縛られずに継続した。1964年、鳥の工場から、最も成功した製品を送り出した。それは、バージニアトラッキー鉄道の軸配置4から、4から0のジェノア号である。1967年、鳥の工場最後の製品として、イタリア国鉄エイル803電車を発売した。1960年代末、 鳥の工場で製造していた製品は、リバロッシのコマ工場へ移され、製品は、リバロッシの作風に、手直しされた。ジェノア号とエール803電車もリバロッシの作風に、合うようにそれまでのポケール製品とは別に新しく、製作された。1961年、ポケールは、フィアットからの依頼で、縮尺1、13のフィアット1300を製作した。 1950年代まではリバロッシがフィアット500やフィアット600を制作していたが1300はリバロッシに代わって受け負った。これは鳥のモーターショーでフィアットが発表するモデルの模型を継続してポケールが制作するきっかけとなった。1960年代後半に大スケールのビンテージカーの成功なキットを発売し自動車模型市場に参入した。 最初の自動車模型の製品は1907年のフランスグランプリに出場したフィアット 130HPF2 で縮尺は1、8で様々な素材による823個のパーツを組み合わせて全長 50cm の模型を製作するキットだった。これは世界中でヒットを飛ばした。素材はプラスチック、真鍮、革、鉄、アルミ、 布、ゴムが使用されていた。1968年、アルナルド・ポケールは、会社とブランド、そして株式を、コラット・ムラトーレに与え、会社を退りた。コラット・ムラトーレは、ポケールの代表として復帰した。フィアット 130HP 界2の成功の後、1968年に、アルナルド・ポケールの下で修行していたジャンパウロ・アルティニの、設計で、 1931年のイタリアグランプリ出場者であるアルファロメオ 8C2300 を発売した。1970年には非常に成功なロールスロイスファントム2を発売した。これは様々な素材による2199個のパーツを組み合わせるキットでピストンやギアが組み込まれており実物さながらの動作を再現することができた。 ロールスロイスの特徴の一つであるラジエーターグリル状のマスコットフライングレディは最初の製品では一つ一つで作業の銀在区によるものであった。自動車模型は成功な1、8スケール製品だけではなく1、13スケールのリモコン式自動車などのプラスチック製品もイタリアとフランス向けに生産した。1972年 トリノの工場で火災が起こった。火災時には、1、8スケールのアルファロメオの派生製品と1、13スケールのリモコン式フィアット132を生産していたが、金型は幸いにも消失を免れた。生産方式を一部外中に変更し、従業員数を、火災前の120人から30人に減らし、トリノのアダメドに工場を移転した。ジャンパウロ・アルティには、 この時期、新しい1、8スケール製品として、メルセデスベンツ 500K、AK に取り組んでいたが、完成間近の1974年に、白血病を患い、数ヶ月後に33歳で死去した。アルティには新血を注いで、新製品の開発を行っていたため、この損失は、ポケールに非常に重く押しかかった。しばらく期間が開いた後、 スピリンベル語のフリーウリモザイク学校で学び、1970年以来アルティニの下で修行してきたジャンフランコ・ファビリスが開発を引き継いだ。メルセデス・ベンツ500系はアルティニの遺作となり、1975年に発売された。一方、リバロッシはポケールの代表とリバロッシの営業部長をこなしていたコラッド・ムラトーレからポケールの株式をすべて購入し、ポケールは リバロッシの100%子会社となっていた。1980年、ジャン・フランコ・ファビリス設計による1933年式、ブガッティ T50 を最後に、トリノでの生産が終了した。生産設備は、リバロッシの子も工場へ移された。この移転により、クラシックカーの新規開発は終了し、これ以後、現代の自動車と、 かつてのクラシックカー製品の派生製品のみを生産するようになった。アベンタドールの実物と1、8モデル1998年、リバロッシュ下のポケールとしては、最後のカタログを発行した。その後リバロッシュグループの業績悪化に伴いグループは2004年に、イギリスのホーンビーに買収された。2013年のニュルンベルク国際番組本市にて、新金型を使用した1、 ハチスケールランボルギーニア・ベンタドールのキットを発表した。創業時よりアルナルド・ポケールは生産の多様化を試みていた。1960年代には鉄道車両やクラシックカーの模型以外にモデルガンや灰皿、ベンダテ、ディズニー作品やその他キャラクターのお面などを生産していた。1962年から1963年に かけては、真の芸術品として、木材と金属を用いた1、20スケールの大砲の模型をカタログに掲載していた。これら製品は1972年の工場火災以降、生産を終了した。http コロンスラッシュスラッシュ www.pocer.com スラッシュインデックスイット html ランバーグ。ありがとうございます。